加藤忠宏。加藤忠宏は、江戸時代前期の大名。肥後熊本藩の第二代藩主。慶長6年、1601年、加藤清正の三男として生まれる。兄の虎熊、熊之助、忠政が早世したため、正子となる。慶長16年、1611年、父の清正が死去したため、後を継いだ。11歳の若年であったため、江戸幕府は、加藤家に対して旧嘉城からなる、掟書を示し、水俣城、宇土城、矢部城の廃止、未進の年貢の破棄、家臣に課せられる役儀の半減、役儀にかかる経費の削減、ひいてはその費用の100への転嫁を抑制する、市場主の人事と重臣の知行割は幕府を行う、ことを継承の条件とした。後に一国一城制によって、高野原城、内牧城、佐敷城の廃止も命じられ、最終的には熊本城と麦島城だけの存続が許された。藩政は重臣による合議制となり、藤堂高虎が後見人を務めたと言われている。市場の廃止と人事の幕府による掌握及び合議制の導入は、清正時代に重臣が市場主として反独立的な権力を持ってたのを規制する意図があったと考えられている。しかし、年若い忠宏には、家臣団を完全に掌握することができず、牛方馬方騒動など、重臣の対立が発生し、政治は混乱したと言われている。また、同じ九州の小倉藩を領していた、細川忠興は、周辺大名の情報収集に努めており、忠宏の行状を、狂気と断じて警戒していた。寛永9年、1632年5月22日、江戸散布都城、品川宿で入府を止められ、池上本門寺にて、城主、稲葉正勝より改易の沙汰があり、出羽庄内藩主、酒井忠勝にお預けとなった。その後、出羽国丸岡に一代限りの1万石を与えられ、母、昭王院や側室、乳母、女官、20名の家臣と共に50人の一行で、江戸を立ち、細川忠興諸城、肥後に残していた、祖母。昭王院の母も呼び寄せて、丸岡で22年間の余生を過ごした。丸岡は官人領であり、年貢の取り立てなどは、庄内藩の代官が行ったので、廃所に赴いた家臣20名はもっぱら忠宏の身辺に仕えた。忠宏は、文学や音曲に親しみ、書をしたり、和歌を詠んだり、金峯神社参拝や、水浴びなどをしたり、かなり自由な生活の様子が諸資料に見える。廃流の道中に始めた歌日記1年余りの319首を、五味体和歌集に編んでいる。徳川慶喜の研究によれば、小倉百人一首で耳慣れた語句を用いた歌が、数多く、伊勢物語にも大きな影響を受けており、東国へ下った、業平のように身をやつした、己を見て考えにむせぶ様子伺える。同様に光源氏にもその身を投影したものか、源氏物語からの引用も多く見られるという。尺八など楽器に親しむ歌もある。表では小姓たちに、奥では母、乳母、祖母、愛称、次女たちに囲まれ、歌を詠み、源氏を紐解き、音曲を奏で、酒によっては家長を慈しみ風月をめでるといった、地味でありながらも充実した生活を送っていたことが、垣間見える。20年を過ごした慶安4年、1651年6月に母が没し、2年後の貞応2年、1653年に忠宏本人も死去した。享年53、遺骸は忠宏の遺言が聞き届けられ、屋敷に土葬してあった母、昭王院の遺骸とともに、本十字、現、山形県鶴岡市に葬られ、墓も並んで作られた。家臣の加藤問答は、剃髪をし僧侶となり、忠宏の墓守になった。維新のうち希望した6人が、庄内藩に召し抱えられ、その子孫は幕末まで、庄内藩に仕えた。嫡男、光宏が諸大名の名前と顔を記した謀反の連番状の偽物を作って遊んだことが、改易の理由であるとされるが、他にも、改易の理由には、諸説ある。忠宏が家臣団を統率できなかったためとも、法度違反のためとも、駿河大納言事件に連座したためとも言われている。春日局の兄、斎藤履修は、父の清正により五千石で召し抱えられ、忠広にも仕えていたが、徳川忠長と親交が深まると暇をこい、熊本より退去し、旗本として幕府に、同国高で召し抱えられている。また、加藤氏が豊臣氏恩子の有力大名、しかも豊臣氏と血縁関係にあったために幕府に警戒され、手頃な理由をつけられて取り潰されたという説もある。また、父、清正が残した課題が忠広の統治に大きな影響を与えたとする研究もある。加藤清正は、新田開発や治水工事の逸話が知られている一方で、朝鮮出兵に対応するための動員体制が、その後も関ヶ原の戦いや天下普請に対応するために継続された結果、百姓は度重なる動員や重税に悩まされて、農村は荒廃した。また、四条主には大きな権限が与えられ、清正が没して要衝であった忠広が家督を継ぐと、幕府が直接介入して、彼らを抑制しようとしたが、その統制も困難になってきた。それが、家中の対立を招き、藩政の停滞、改易につながったとされる。正室の高手法院は、忠広の配慮に同行しなかった。嫡男の光弘は、飛騨鉱山藩主、金森重頼にお預けとなり、官人料として、月俸百口を給され、天政寺に蟄居したが、廃所にて過ごすこと1年後の寛永10年、1633年に病死した。これには、自尽説、毒殺説もある。次男の正義は、藤枝千円を名乗り、母である忠広の側室、北条院と真田氏へ預けられていたが、父の後を追って自尽した。これにより加藤氏の後継者が亡くなり、領地は収公された。娘の健玉院は、忠広の死から6年後に許され、叔母の養林院、忠広の姉、徳川頼信正室の計らいで、旗本、安倍正幸の逸を正成に課したが、約3年後、正成が家督を相続直後に32歳で死去した。忠広は、丸岡においてに死を設けた熊太郎後秋、女子坊と言われているが、公にはできなかった。子孫は五千石相当の王将や、加藤與一左衛門、または与一左衛門ともいう家として存続し、明治年間に屋敷へ、明治天皇が行幸する栄誉に良くしている。しかし、この家系を最後に継いだ、加藤世知、1893年から1989年、日本人の既婚女性としては、理学博士号取得者の第一号として知られる、野さんにより、その本家は、山形に、筆頭分家の加藤横津左衛門の家をはじめとする、その他の子孫は、山形県を中心として、全国各地で家系を伝えた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。